ただいまのセクションタイム、はい、席の場所さんが選手準備よろしいでしょうか。スタートします。はい、ただいま出走しました。セクション13番、樋口選手です。参加者の黒木、はい、頂上部からも参加で、コメント。メインマシンの XR100 モーターとの調整が間に合わず、練習用マシンのグロムにて大会参加。せめてクラスタイムは出して帰りたいなと思います。とっくに還暦を過ぎたお兄ちゃんですが、もう少し走り続けようと思います。温かい応援へ、このお願いします。XR100、本職外の走りに見えますので、ひたたにさんが今帰ってきて、最後の今から回転、大丈夫、足は大丈夫、気にしない、気にしない、ゴール、1分39秒も、1分39秒も早い。はい、続きまして、6分ナンバー14番、選手、準備はよろしいでしょうか。始まりました。楽しく走れるのに頑張れ。そうですよ、今年もシーズンが始まりました。シーズンの中は本当にいい天気です。とてもいい天気の中、みんな気持ちよく走って、気持ちよくいいタイムを出して、気持ちよく帰りましょう。さあ、樋口選手が今最終セクションを走っています。グローブが半分多くて、今にどんなタイムを出るかっていうのがちょっと楽しみですよね。樋口選手、最後のアンパイロンをクリアして、回転入って、奥目から回転をして、今ゴール。タイム1分43秒3、1分43秒3、早い。